すごい大発見。はい。いいレッスンの見分け方、俺思いついた。教えて。平井博明のワンナップゴルフ。理論教えないで、ナイスショット打たせられるレッスンはいいです。どう？どう？それは俺乗る。そうでしょ。思う。俺ねめっちゃ思ったんだよねそれ。そうだね。でしょ？うん。教えないのは難しいことなんも。うん。だけどナイスショット出る。確かに。難しいこと言わないか。それいいレッスンだね。いいレッスン。本当に。だってさ難しくないんだからさできんじゃん。あのネタとかじゃなくてそう思う改めてそんな発想なかった。でもそうよね。そうだね。それはそうだね。理論に逃げないというか。あ、うん、もう素材で勝負って感じ。そう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 。ね、調味料に頼らない。そう味の素入れない。味の素飲んじゃダメだ。いや、いや言いたいことわかる。言いたいこと。調味料入れないんですよ。うんうん、素材の味で勝負なんですよ。うん、それ確かに。そうでしょう。うん。言っていい。自信あります。そうだよね。うん。そうだなと。動画終わっちゃうけど。ありがとうございました。そうだね。いやそうでしょ。うん。そうそうそう。いや本当思う。こんな悪いレッスンあったってちょっとみんなで言ってあげて。前もなんか動画で言ったんですけど、教え方も悪くない。教わってる側も何も悪くない。うん、だけどゴルフ始めて3ヶ月の方がいました。うん、都内のインドア行ってたみたいです。まず握ってクラブを上げるときにこうやってこうやってあげろって言われたんだって。こうやってあげてでこうクラブを背中から下ろす。背中から下ろさなきゃいけない。こうでこの時にこうやって折る。こう小屈をする。小屈をして背中からこうやって降りてきて、そうするとこうフェースがこうまっすぐになるでしょ。8番アイアン構えてんのに4番や。そう、これで右しか行かないんですって俺言われたの。だろうって。そりゃそうだね。うん、それすごくない？よくチャレンジしたね。した。インストラクターも頑張った。いいと思ってね。そう教えてんの。そう教えたのは女性の方なんだって。うん、教わったのね。うん、教えたのが。あ、先生が。先生が女性の方。自分でそれできんの？女性の力でだと思います。自分でそれできんのかな。できない。わかんない、わかんない。320ぐらいいってるかもしれないし。そうか。うん、そのパワーある方かもしれない。うん、俺の太ももぐらいここあるかもしれないし。そうね。うん、じゃないとほぼほぼ成立しないスインガーだからそれは。あとね、あのまあまあそういう類多いよね。その難しいことやらせる。そう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 、難しいことやらせるっていうか、うん、そうそう。難しいよね。難しいと思う。それででもさっきのもさ、右にしか行かないんですってさ、うん、よくボールに当たるね。そう、それもすごい。当て感が多分素晴らしいと思う。そうやったらなんか空振りしそうじゃない？うん、俺がじゃあそういうスイングを教える人です、うん、って言って右行ってたら、右行ってることをやっぱり気になってほしいわけよ。インストラクターも。いや、まあ、そりゃそうだ。そりゃそうだよね。だって右行ってんだから、うんうん、そうだ。そうだ。でも右行ってるのはできてないからって言うんだって。そりゃそうだよね。あ、そうか、そりゃそうだ。そうか、ずっと平行線だから。いや、やばくねえかなと思って。いやー、すげえなと思って。まあまあそれが一例ですよ。そうだね。うん、難しいなあと思って。そうだね。あのゴルフが嫌になっちゃうんじゃないかなと思っちゃう。そうだね。うん、そんな難しかったら、うん、とにかく何でもいいからナイスショットが打てればいいんでしょ。そう。
そのやっぱ初めて問題が解けて答えが自分で出せた時に喜びって生まれるじゃない。そうだね。そうでしょ。そっか、途中の計算めっちゃ難しいんだ。そって絶対当たんねえんだよね。なんかそう、やって回るんだよね。そう、やだよ。それってさ、ゴールが見えないじゃん。見えない。ああ、だから完成形が1回でもいいから見たいわけじゃない。見たいね。ああ、そっか、1回も出ないんだ。出ない、出ないんだから難しいってことなんだよね。だってこの間レッスン本当に今日始めたぐらいの方がポンポン当たるんだから、ね、ああ、そういうの、まあ嫌いじゃないよ、嫌いじゃないしね、別に嫌とも言わないんだけど、難しいよねって。そうだね、うん、だから難しいかどうかもう一回その生徒さん側が本当に丸か×かで、一人の時にお風呂でこう丸か×かやってみてほしいわけよ。一人だったら分かんないから、バレないから。あ、うん、そうだね、うん、今後それを続けられるかどうかを考えた方がいい。あ、うん、あ、まあ確かにそうだね。トール君の言うように、その何もその形とかいろいろなことを言わないでナイスショットを打ったり上達させることができるのは確かにいいかもしれない。そうだよね。ああ、一番シンプルで早い。考え直そうかなと思って、いろいろ。何を？やっぱそこを突き進むためにはいろいろまたよりいい道がもっとあるかもしれないし。ああ、なるほどね。より、うん、シンプル。よりシンプル。そうそうそう。で、もっと的確なアドバイスというか。ああ。もっと簡単な。そう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 。で、もう確実性を持ったものっていうのが。より本質ってことね。そうだね。うん、そう。本質は何かっていう、よく俺トール君から最初の頃言われたけど、本当にそう思うからね。ゴルフスイングに対してちゃんとこう自分のスイングを解説できないとダメだし、動き方はこうあるべき、自分のスイングはこうあるべき、クラブはこうあるべきって言えた方がいいよね、自分のスイングは。じゃないと何をやってるかも分かんないし、で崩れた時に直せないし、自分一人じゃん。ああ、毎回それでレッスン行ってたらやっぱりなかなか上達しないよね。ああ、自分で解決できるこう考えを持った方がいいよね。意識ってこんな簡単だったのってことだよね。そう、こんな、え、これで、あ、答え出んだみたいな。そうだね、そうだね。あ、そうだな。で難しい意識で解きたいんだよ。そう、やっぱり最近10人レッスン来ていただけたら7人はこうする。ああ、今それ流行ってんの。流行ってる。これやっぱ多い。こうなるとどうなるかって分かりますかって答えられるかどうかだよね、うん、答えられなかったらやっちゃダメ。そうなんだよね、うん、で正解は左行くんだけど、うん、で左そのまままっすぐこうやって、このままこうやってやってさ、消屈するじゃない。したら絶対左向くじゃない、そうだ、ね、フェースが。したら普通に振ったら左行くんですよ、うん、っていうことじゃない、うんうん、だから普通に振っちゃいけないんだよね。こうやって打たなきゃいけないんだよね。あ、まっすぐなるように。そう、まっすぐなるように。それこの2つ入れなきゃいけないの。普通に振っちゃいけない、消屈したらハンドファーストを強くしなきゃいけない。ハンドファースト強くしただけだったら結局球が上がらない、だから上げる何かを入れなきゃいけない、うん、そうやってどん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 話がね膨らんできちゃう。あ、難しいでしょ、うん、そう、俺やらない。いや難しいと思うよ、ね、ああ、その難しいものを成功させた時の達成感を求めてる方はやった方がいい。え、ゴルフってそういうスポーツなんだっけ？違うんだよね、違うんだよね。あのね、もう一個だけ、スコアだけなの。そう、スコアだけは褒めてくれるのみんな。あれ、あれでも難しいことやってナイスショット打つとスコア1個減るんだっけ？なんかその技術点みたいなので加点されるされる。そう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 、そう、ほんとそうだよね、うん、超難易度の高いスイングをしてナイスショット打つじゃない、うん、誰も褒めないから。でもそこバーディーイーグルで何にもしないで、そのスコアで上がったら全員褒めてくれるのよ、うん、ナイスバーディーって言うの、あ、ナイスイーグルって言うのね、うん、ね、うん、だけど、うん、もうその理論ナイスって俺コースで一回も聞いたことないの。そりゃそうだ。すごい難しいことやってくれ、ナイスショットって誰も言ってくれないんだ。そう、その難易度いいとかって言ってくれないの。そう。
そこですよね。うん、そうだから自己満足。あれもそうでしょ。フレックス X かっこいいの言ってくるんでしょ。そうなの。言ってくれないの。本当悲しいよね。悲しい。8の X 最高とかって言ってくれないの、うん、あれでも X で打つと1打スコア縮まるんだっけ。そうだよ。そうだよ。R で楽をすると、うん、プラスになっちゃうから。そうワンペナ。ワンペナ。怒られる。怒られる。嘘ついてる。そうそうそう。そうだから楽なクラブで楽をした方がいいの。本当に俺本当思うもん。いい得点出さなきゃいけない、要はナイスショット出さなきゃいけない、いいスコア出さなきゃいけないのに、やっぱり楽して出した方がさ何回も出る確率が上がるってこと。そうだよね。そう、そこを言いたいんだけどね、うん、再現性高めた方がいいんだ。そうだろう、ね、そうだろう。難しいと再現できないの、ね、できないの、うん、やっぱりある程度準備運動してすぐ打てるクラブの方が再現性は高いじゃん。すごいパワーが出てきてプロみたいに練習してそれだけこう精度が上がってきて、うん、で球に強さが必要とかなってきたらスペックを上げればいいだけで、週1回2回の練習でプロと同じスペック使ってたらそれは当たんないよね。難しいんだから。ヘッドもそうよ。やっぱり練習量とクラブがマッチしてた方がいいよね。行かないんだったら本当週 1,2 回だったら行ってないんだとほぼ一緒だから、それだったら本当にあの優しいクラブにした方が確率は高い。ごめんもう一個だけ話していい。うちの父ちゃんもうゴルフやらなくなって、あの本当にコンペに呼ばれた時しか行かなくなっちゃったんだけど、自分の使ってるクラブでもう90ぐらいやっぱこう打つわけよ。飛ばないしもう年だから、でもうめんどくさいから母ちゃんのクラブで行ったの。80代復活したから。もう諦めて。そうお母ちゃんのクラブで行ったら。お母ちゃんのクラブで行ったら、うん、もうドレディーすよ。80代復活したから。俺自慢げに言われたんだから朝。そう本人もあれだった、あのもうそんなつもりなくて持ってったんだ、うん、もう朝一恥ずかしかったんだって。へー。そうで前半いいスコア出ちゃったから、もう後半はね自分から自慢してるから、今日俺なっつって母ちゃんのクラブで来たっつって。そんなもんだよ。そうだろう、うん、スコアに勝てるものはない。あ、うん、最初は恥じらいがあったかもしれないけど、スコアよく回ってみなよ。全然自慢しちゃうから。あ、そうだ、それだけでスイングも変わるからね。あ、そう、そう優しくなったら無理しないし、スイング。あ、そかそかそか。上げないし上がるから。したら右と左平行に回って綺麗なスイングするんだ。そっか。あ、力まないしね。そっか。そう。変な風に力入んないんだね。そう。だって本当に自分の力量内っていうか、もう力内でそのクラブを振れるんだから、右手とか左手とかもう関係ないわけよ。本当に。で体。腰回そうが何しようが、もうただ自分の振りたいスピードで振れる重さなんだから、そう、そんなことがなくなっちゃうわけだ。そういう楽をできるところは楽した方がいい。今回いいレッスン見つけましたっていう動画撮ってみました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。